中西清樹は、高知県宿毛市出身の元プロ野球選手、高知、野球解説者、ユーチューバー。現役時代の背番号は19。春、夏の全国大会で活躍した高知、商業高校時代から、中西弓道にちなんで、弓道と呼ばれている。高知商業高校では、1年夏、2.3年を春、3年夏の4度にわたって、 甲子園に出場している。一年生時の1978年夏の第60回全国選手権は一年上のエースも売り、工事の控え投手として出場。決勝まで進むが西田真嗣を要する PL 学園に敗退、準優勝。この大会では2試合に登板した。1979年春の第51回選抜大会は右翼手。 控え投手として出場。二回戦で、牛島和彦、香川信幸らのいた波賞に赤敗自身の登板機会はなかった。1980年春の第52回選抜大会では、エース、4番打者としてチームを牽引決勝で、提供校の伊藤明光に投げ勝ち初優勝。この大会では準々決勝で、選抜通算二百号に当たる、 大会第11号本塁打を放っている。同年夏の第62回全国選手権は2回戦で、美ノ島校に敗退。高校卒業後は、社会人野球のリッカーへ入団。東京都代表で出場した1981年の都市大抗では、日本生命の中本茂激、伝々中国の津田恒美に投げ勝ち、準々決勝に進出。 東京ガスに敗退するが、チームメイトの内野手、黒田光弘と共に、若字師匠を受賞した。同年のインターコンチネンタルカップ、日本代表に選出される。1982年の大会では、明治生命。1983年の大会では、熊谷組の補強選手として出場。社会人野球の公式戦では、通算で38勝を挙げた。 1983年度ドラフト会議にて、阪神タイガースから一位指名を受けて入団。この年までエースとして活躍した小林茂から背番号19を引き継いだ。担当スカウトは今成り良太のジップである今成康明。1984年には一軍公式戦33試合に登板。ジュニアオールスターゲームにも、 ウエスタンリーグの選抜メンバーとして出場した。一軍では、救援を中心に起用されたが、一勝6敗、防御率5.35という成績で、同じ社会人出身、同期入団の池田近沖ほどの活躍に至らなかった。1985年には、バックスクリーン3連発で知られる4月17日の、対読売ジャイアンツ戦で、9回表虫から登板。 ウォーレン・クロマキと原達則からの2者連続本塁打で1点差に迫られた福間治むの後を受けての当番だったが、後続の打者を2者連続脱三振を含む三者凡退に抑えたことで一軍初セーブを挙げた。この試合を機に従来からのクローザー山本和幸とのダブルストッパーとして活躍。山本がアキレス腱の断裂で戦線を離脱した9月以降は一人で クローザーの重責を担った。10月16日のヤクルト戦では、同点の9回裏から登板。チームが勝つか引き分けるかで21年振りのセントラルリーグ優勝が決まるという状況で、ヤクルト打線相手に2イニングを完璧に抑え、最後の打者、隅藤オを、ピッチャーゴロでアウトに仕留めて、胴上げ投手になった。結局、レギュラーシーズンでは11勝19セーブの、 好成績を上げた末に、リーグ最優秀救援投手のタイトルを獲得した。1986年1987年には、一軍公式戦61試合、1988年には46試合に当番1986年1988年に発祥を上げるなど、引き続き、クローザーとして活躍した。 1987年、1988年には、チームが低迷する状況で、オールスターゲームへの出場を果たしている。1989年には、シーズンの途中から先発に転向。一軍公式戦通算で10勝5セーブを記録すると、共に、先発投手として挙げた7勝は全て関東勝利を、記録、自身最初で最後の規定投球回数もクリアした。 1990年には初めて一軍の開幕投手を任されると開幕戦で完封勝利を収め次の試合も完投勝利を挙げた。しかしシーズン途中に右肘、右足首の故障で戦線を離脱した影響で通算では5勝6敗に終わった。オフには右肘のトミー・ジョン手術を受ける。1992年以降は先発中次押さえと便利屋的なポジションになり、 1995年まで一軍公式戦で4年連続30試合以上に投板した。3試合の投板にとどまった1996年に球団から戦力外を通告されるとともに投資コーチへの就任を打診。阪神での最終投板になった10月9日の対中日ドラゴンズ戦ではこの試合を最後に現役を引退する木戸克彦とのバッテリーで 先発投手として、中日打線を14球で三者凡退に抑えた。中西はこの時点で、現役続行を希望していたため、コーチへの就任要請を誇示した上で、シーズン終了後に横浜ベスターズと福岡、大英ホークスの入団テストに参加。しかし、いずれのテストでも入団に至らなかったことから、現役を引退した。 1997年から2003年まで朝日放送、3テレビジョンの野球解説者、日韓スポーツの野球評論家として、阪神の地元、関西地方を拠点に活動した。現役時代の主力打者だった岡田明信が、阪神の一軍監督に就任した2004年に、一軍投手コーチとして同球団に復帰。高校の後輩、藤川球児を、 セットアッパーとして体制させたほか、ブルペン担当コーチとして、JFK や SHE と称されるリリーフ投手陣の整備で大きな成果を残した。その実績を買われて2009年からは二軍投手コーチとしてファーム投手部門の強化に尽力した。2013年から阪神の一軍投手コーチに復帰、チームの2014年クライマックスシリーズ初突破と、 日本シリーズ進出に貢献した。しかし、レギュラーシーズンのチーム防御率、失点がいずれもセントラルリーグ5位に低迷。二軍コーチ時代から指導してきた若手投手の伸び悩みや急エンジン刷新の不備などが顕著に現れた2015年、限りでコーチを退任した。コーチ退任後の2016年からは、朝日放送、3テレビや9解説者、 日韓スポーツ野球評論家としての活動を再開している。2018年夏の第100回全国高等学校野球選手権記念大会では8月14日の第1試合前に甲子園レジェンド支球式へ登場、真ん中低めのボールを放り投げスタンドの監修を沸かせていた。現在過去阪神のコーチ時代にもプロ野球のオフシーズンには 在阪テレビラジオ局制作の番組へたびたびゲストで出演していた第1期、第2期。ありがとうございます。